こんにちは、ミカドルクスだぜとのハルクザキッチです。今からね、今今日2日目なんだけど、あれ、今からとりあえずバナナトラップ見てくる。ちょっとね、天気はね曇りみたいな感じで、快晴とはいかないんだけど、すごいでしょこれ景色見て。こんな感じ、これね、ここはマングローブって感じ。ものすごいね。まあ今からもう今日ね、あのまた新八食堂でね、目当ての豚丼も食ったし、ちょっと今からいろいろバナナトラップ見ていきたいと思います。じゃあ行こうか。今バナナトラップ見てるけど、ついてないね。とりあえずこれ車のこういう感じで屋根がこう開け閉めできるやつで、すげえ便利だねこれね。車の中からこうやって見れるんだよな。どれ、これか。虫はついてないですね。ついてないね。ちょっとさっき雨が降ったからね。ついてないね。まあこんな感じでちょっとずっと見ていきます。ついてない。蝶々が来てる。ほら、蝶々が、蝶々か。これもついてないな。ついてません。ここにもあるわ。いない。虫ゼロ。いないな。ついてないね。いないな。やっぱりちゃんと7月9日に回収しますって書いてあるね。蝶々が来てんな。いません。全然いません。ダメだな。ちきしょう。いや、とりあえずホテルに、旅館じゃない、民宿に一回帰ってあれしよう。靴下取り行こう。靴下忘れた。ヤギが一人で展望台に来た。なんか散歩道なのかな。今ちょうど展望台の下でちょっと休憩してたら、なんかヤギが階段登ってきたんだけど、ヤギも景色が見たかったのかな。日陰だから涼みに来たのかな。今ちょうどヤギ見に行こうとしたら団子さんから電話あって、ヤギ触れるかな、怒ってくるかな。
涼しんでんの。ねえ。これやもん。この絶景やもん。そりゃヤギも見に来たなるわ。こんなやもん。超パノラマだね。今日はね、大富林道昼間ライトトラップ使ったから大富林道に来てライトねつけてる。ね、こっから先がね、車進入禁止だから入れない柵があるんだけど、ここまではね、いいみたいだから、さっき竹富町の車ともすれ違ったけど、特に何でもなかったし、今ガイドさんがね、ちょうどなんか若い女の子4人連れて来たけど、特に何もなかった。こうダメだよとか言われなかったから、ここまではいいみたいだから。だけど、こっから先はもう絶対車ダメだから。ここまで。ここでちょうど2頭ね、今峰製 HID ライトつけてやってるんだけど、まだ8時、つけて30分ぐらいかな。まだ、動画ね、とかね、画とか、ああいうのが来てるぐらいかな。まあ、9時回ったぐらいかな。昨日もね、9時半、10時ぐらいかな。先島平田のメスが来たのが。だから、まあ、それぐらいからが本番になると思うけど、これで一応、今日はもうここ、オンリーで。予定、まあ、今日の結果にもよるけど、多分明日もここ来ると思う。明日もここでライト。で、昼間は、バナナトラップ。今日もね、帰り寄るけどね。バナナトラップ。バナナトラップの場所までどうだろう。一番、50分ぐらいかかるのかな。夜はね、結構ね、夜行性の動物が道路に出てるから、特にスピードを出せないからね。島はね、40キロ制限なんだけど、昼間はね、やっぱりあんまりカラスとか、あの辺ぐらいしかいないけど、夜になると、やっぱりいろんな、特に山猫とか、山猫たちが、ロードキルしちゃうのはまずいんで、ゆっくり行って、50分ぐらいかな、1時間かかんないけど、バーッとバナナの方行って、見て、帰る感じ。だから今日も夜中だね。まあ、早くビールが飲みたいところだけど、まあここはね、せっかく西表まで来てるから、ぐっと我慢して。今日ね、実はね、七夕なんだよね。まあ、特にここを、多分ライト消したら、すんげえ星が見えると思う。月がね、ちょっと出ちゃってるからね、どうだろう。まあ、昨日と同じ半分いかないぐらい。雲でね、これが隠れてくれるといいんだけどね、まあまあ、そればっかりは、ね、俺の、兄の力じゃどうしようもなんないから。でも星はね、やっぱ綺麗。星見るなら、これね、雲がない方がいいんだけど、今日せっかくライトに来てるんだから、ライトトラップに来てるんだから、まあ、できればね、隠れてほしいんだけど。まあまあ、こんな感じで、ちょっと、
バイトやりながらね、こんな感じかな、こんな感じかやりながら、あ、上でも結構虫飛んでんな、結構ね、このシートの上だけじゃなくて周りもね、取りこぼしないようにちょっとしっかり見ながらやっていきたいと思いますんで、まあ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 、何が飛んでくるか、先島平田欲しい、1メスしかないからオスが欲しいんだよな。あともう夢にまで見た八重子、せっかくオートミリンド来たんだからね、やっぱり八重子欲しいね。まあ、どうなるか分かんないけど、ちょっとこのままやってみます。また何かいたらすぐこれ報告するから、じゃあなんかダメだね。なんだろう、なんでだろう、まあ、なんでだろうって、月が出てるとかいろんな条件あるんだろうと思うけど、先島平田も来ないね。昨日やってたところがいいのかなあっちはやるたびに毎日一匹飛んでくるからね。あー、ダメだね。今の時間が10時50分、こっちはクワガタのコの字もない感じ。なんか金亀とかね、コフキコガネとかね、ちょっと変わったのは飛んできたんだけど、ダメだね、飛んでこないね。昨日は確か11時ちょっとぐらいまで粘ったんだったっけ。飛んでこないな。側多いんだけどね。でもやっぱちょっとなんか波があるな。血向ける方向が違うのかな。さっきちょっと違う方も向けてみたんだけどね。なんかいまいちダメだな。これはやばいな。とりあえずもうちょっとだけ粘ってみようか。なんかクワガタ一匹でも飛んでこないかな。新月じゃないとダメなのかな。まあ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 、ちょっと月隠れてくれないかな。まあいいや、そんなこと言っててもしょうがないから、とりあえずもうちょっと待つ、もうちょっと待つ。悲しい結果になりました。今日はゼロ。クワガタライトトラップゼロです。昨日チビ、マメクワガタと、先島平田のメスが取れたけど、今日はね、俺オートミリンドちょっとかなり気合入ってたんだけど、まあ俺が下手なんだろうね。ダメだね。やばいね。明日どうしよう。明日もここでやるつもりだったんだけど。残念。非常に残念。なんか条件が悪いんだろうな。月かな。まあまあ、それはちょっと、
今日寝る前に一人反省会しながら考えるとして、とりあえずライトはもう片付けて、もう11時半回ってんだね。ライトは片付けてバナナトラップ見に行こう。とりあえずあっちに先島平田いることを願って、まあ、八重の子はね多分バナトラには来ないと思うんでね。で途中ちょっと自販機とかああいうちょっと街灯も見ながら帰ろう。まあ八重の子を取れるのがその街灯が一番確率高いらしいから、うん、とりあえずそれを見ながら帰りつつバナトラ行こう。ライトは撤収。参ったね。今ねちょうどライトトラップ、ライトトラップじゃない、バナナトラップ。ライトトラップやった後にバナナトラップ回ってきたけど、昨日は、ガばっかりだったけど、今日は、ゴキブリだらけ。まあ、だんだん虫がこうやって変わってくるのかな、みたいな。明日の晩にはクワガタがついてればなみたいな、まあ希望的観測だよね。もう今ね時間もちょうど1時半、1時半だね、1時半、時間がちょうど1時半。まあ今日はねさすがに10日もダメだったし、あれもダメで、これもダメで言って、医療表で、何気に、毎日必ず1頭はクワガタ取ってたんだけど、今日初めて坊主食らった。しかも、オートミリンドを気合入れていって、不発っていうね。で、バナナトラップも、まだダメっていうね。なんとかしたい、なんとかしたいね。明日ちょっと昼間、ライトトラップのロケハンだね。そんなもう寝てる場合じゃないから。とりあえずこれで一旦、宿に帰ります。じゃあ後ほど。お疲れ様でーす。今日は本当ダメだったね。クワガタのくの字も見てない。まあとりあえずお疲れ様です。でも明日こそ、明日こそ明日こそって言ってるともう帰る時間来ちゃうんだけど、まあなんとか頑張って今日もしんどかったね。まあ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 、まあ、明日は頑張ります。でもね、今日オートミリンド行ってダメだって、明日どっち行こうか、本当だったらオートミリンド行く予定だったんだけど、初日行ったところ、去年からずっとログインボーナスで先島ひれたのメスもらってるところ行くか、あっちでログインボーナスもらいに行くか、勝負かけて、八重小鳥、オートミリンドをまたチャレンジするか、もう一個選択肢あって、明日、昼間、ロケハンして、見つけた場所で勝負かけるか。
まあ、ちょっとそれ明日の感覚じゃないとちょっと分かんない。もう今から決めてもね、明日多分変わっちゃうと思う。まあまあそれはそれでいいんだけど、今日はほんと散々ないだった。まあ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 、こういう時もあるか。まあ慣れてない方がいいけどね。うん、まあとりあえず明日頑張ろう。もう今日疲れたんで寝ます。ビール飲んで寝ます。お疲れ様でした。今ね、ライトトラップやってたらめっちゃ珍しいお客さん来た。あそこにいるんだけど、わかるかな、これ。これなんだろう、猛禽類に間違いはないんだけど。